このハンドルを握ってるのはじゃんけんだからね。じゃんけんの神様だからね。やばいね。左に行くと、左にカーブするので、うん、ここはまだか。ここ、あ、これか。左にカーブするね。はい、そっからまた、それなりの道に出ます。そっからどっち行くか。やりますか。はい、そこのじゃあ出たところやる。はい、どこでじゃんけんするかな。ここで最初はグー、じゃんけんパー。まっすぐだよ。まっすぐは、微妙なあれでしたね。まっすぐは微妙な。さっき通ってたんですか。やべえやべえやべえよ。これはいよいよやばいよ。あ、もうガソリンの無駄遣いね。やばいよ。まっすぐ行っちゃう。あ、ジャンケンした方が良かったか。あ、だね。これ任せるよ。ジャンケンをしてないのに曲がるなんて。あ、そうなんだ。そうか、そこは譲れないんだ。ドンパク。あれだね。なんかちょっとこの時間良くないよね。さっきの学生さんたち。あ、はい。電車だ。終電だねこれ。もうその時ぐらいだね。これ南大阪線か。あー、かもね。これ車庫か。うん。あ、ご移動の車庫かこれ。それっぽいね。夜のご移動の車庫で、あ、そうだ。こんだけ車両止まってるから、そうだね。こんなところから見れるんだ、ご移動の車庫。いっぱい見れる。すげえ。いいじゃん、ここの家とかもう車庫の車両見放題やん。いや、もうこの辺はもう迷惑してると思うよ。いや、車庫はそんなにうるさくないでしょ。 それこそあそことかうるさかったやん、一緒の寮やったから。あの寮、はい、結構深夜も貨物列車走ってくさ。すごいね、毎日牛乳の看板。大阪って感じだね。大阪だね。毎日牛乳見ると大阪感じるね。もうちょっと道に行くしかなさそうかな。渡ってみる？あ、かせるよ。踏切あるの？踏切あるんだ。道なんかなんかやべえよ、こっち。なんだこれ。なんかもうこっちはもうなんか、渡っちゃったらもう最後。今のはなんか禁断の扉を開けちゃった気がするね。何の曲がったんだ。あ、待て、左折行き止まり。左折したらダメだ。やべえぞ。これ本当の袋小路っぽくね。いや、そんなでっかい袋小路じゃないと思う。そば変わった。めっちゃ。なんか緩やかな坂だね。柏製作、まだ柏は柏だね、これ。なにこれ、独特な感じだね。何、家がなくなってきたよ。おやおやおや、大丈夫かいこれ。今の人は若者だからおっちゃんなのかな、分からんかったな。もうチャリンコで来るってことは道が通じてるってことだよな。はい、車が通れるかの保証はまだないけど。それあ、でも結構人歩いてるね。と駅は近いんだろうね、おそらく。あ、ご移動で行っか。多分今のが最終電車で。あ、本当来た。慣れてなくてね。ここどこ古い作りだね。蔵みたいな作りだね。本当だ。
スピード落とせ、出せません。はあ、あ、ちょっとでかい道に出れそう。でかい道かな。でかい道ではないな。でも曲がった方が良さそうだよね。はい、あ、そうだ、コンビニがあるからコンビニのある方に曲がろう。そうしました。それハンドルを握ってるのはジャンケンだからね。トンケンの神様だからね。さっきまでの新年どこ行ったって早い。集落抜ける前に新年折れた。この交差点からやるか。はい、何この、これまどういう作り、うん、なんか変わってんねん。変わってんねん。え、ここどうするか、はい、ます、はい、最初はグー、じゃんけんパー。あの、山梨さん、チョキ出したことありました？チョキを聞いたことがないです。確かにチョキって言ってないね。言いながら考えながらだとチョキっていう3文字が出てこないんだろうね。うん、確かに言いにくいよ、うん、そうね、洋服時代ね、ここ、うん、なんか、この工事の看板見てると、うん、おにぎりは見えるんだけど。おにぎり見えるね、うん、現在地どこ。あ、でもこれじゃあおにぎり入ってくんじゃない。そうかな。おにぎりにするよ。おにぎりですかね、こちら。現在地からさせてやがる。うん、おにぎりにする。よし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 。あ、今のうちに。あ、結構しっかりちゃんとしたコーヒーだね。うん。あ、なんか国道っちゃ国道だね。どこ行くかしら。なんか大阪行きそうな、行きそうな雰囲気あるよね。いや、方角的には大阪の逆の方だね、これ。あ、そう？うん。こっち、今のを、うん、右に行ったら多分大阪方面。今、すごい西向い、南西を向いてる感覚。俺は完全に今、東向いてる感覚。あ、そっか。うん。南東の方向いてる感覚。分かりました。うん、でこれで真南を向いてるんじゃないかなって感覚もないけど、いや、うちはなんか今どうだろう、北西っていう感じするんだけどな。おー、蒲田だ。東っていうのは東かもしれんな。なんか山っぽくないもんね。これ、葛城市入ったね。はい。葛城ってどこだっけ。葛城ってことは確実に吉野の方面に向かってる。あかんやん。五線の南だもん。ああ、あ、葛城のが北か、葛城の南が五瀬か、五瀬市か。じゃんけんします。はい、シャッシャグー、じゃんけんパー。うちさっきめっちゃ出す。この 300m でもっと先か。まあ、大和高田と呼んだらいいんじゃない、うん、いいんじゃない。ダメ、チョキって言えねえわ。うちはなんかチョキしか言えなくなっちゃった。ちょっとさっきのマスク言ってたけど、後で検証するけど何回連続でパーとチョキって言ってんだろう。国道が赤なのこれ。だね、国道弱いな。これか、この交差点がさっきのやつか。300m 先やから。はいはい、でもこれは普通に左に曲がります。右行ったらもう富田林だよ。富田林だよ。夜の富田林ってどうすんだよ。PL タワーぐらいしかねえんだろ。出さない方がいいのか。わかんねえ。交差点がもう初見ばっかしやからわかんねえ。なんかお金が見ろ。三菱。
久しぶりに見たね、三菱の。あ、ガソスタだ。ガソスタ。もう昔は三菱石油があったけどね。すごいね。そのパークのガソスタなんか不思議なの。三菱商事エネルギー、あのね、どっかにもあった、あるにはあったんだけど、いや久しぶりに見たわ。へ、安いね、150円だったら。しかもイオンカードの優待があるんだね。あ、ほんまや。じゃあイオンカード入れてるから。あ、まだガソリンあるからな。この先なんだよね。尺度だ。尺度とは五瀬線の駅であるもんね。あ、五瀬線じゃないか。尺度は南大阪線か。だからやっぱ順調に吉田の方面に向かっておりますな。あれ、吉野ってもう吉野の場所が合わない。吉野って南だよね、大体。でも奈良県で言うたら、まあ、そんな南じゃないのよ。あの、鉄道路線図で言うと一番南端っこないけど、奈良県の、はい、まあね、十津川村さんもスタートだからね。そうえ、これ今南向いてる？いや、ね、東ほぼど東で向いとる、あ、やばい、この直進できない、最初はグー、じゃんけんチョキ。あ、とぼけた久しぶりにチョキって言ったらまたなんか氷を行く。俺じゃんけん弱すぎるなあ、弱いね。いや今のは完全にやられた。もうチョキって言うしかなかったもん。166号線ってのはここで終わっちゃうんだ。あ、そうなんだ。うん、今標識見たら終点みたいとか。で、直進は文字ですよと。はい。これ普通道なんや、これ。すごいな。すげえ道やな。うん、もうさ、これさ、ズーム5000円以内で休めるところがあったらもういいやで、ちょっと休みたくないなるな。眠い、まだ眠くない。変わろうか。最悪その手があるからな、そうだ、このメンツだったらそれができるからいいんだ、前にさ、こういう感じでやっとった時はさ、相方がサイロンドだとか。あ、そうそうそう、あのシアーさんにやったら基本もう酒が飲んでるから、おはようって乗った瞬間にカシャって開けてここに乗せるから